艳阳高照，吉日当空，天地万物皆有灵。平乐郭氏正骨第五代传人，灵童郭春元，成人大礼即刻开始。剪发，脱胡，更衣，沐浴。吾儿徒孙跪迎平乐郭氏正骨，传世秘方。平乐正骨始于嘉庆元年，传到小一郭建三我这儿，是第四代，身为郭氏正骨第四代传人，当知先祖家训家规不可违。但大家知道，当下时局动乱，东洋小日本占我山河，辱我中华，故打破家规，提前将传世秘方交由郭氏正骨第五代传人。郭氏第五代传人在，接祖传秘方。是。冒昧打扰，请问哪位是郭先生？在下便是。郭先生，给您介绍一下，这位就是八路军的马团长。郭先生您好啊，我们是太行山打游击战的八路军。八路，不劳八路教诲，我郭建三也是个老爷们，打小日本，要钱出钱，要人出人，说让我干什么吧。什么都不用出，只要您帮我们把负了骨伤的十二名八路军战士治好，您就立了大功。没问题，就这么定了。好，那拜托郭先生了啊，多谢，先告辞。
哎，先生，这人呢？都给接走了。谁接走了？头天亮起来来了辆汽车，不声不响的把十几个人都接走了。日本爷，俺见过。 孙叔，这算，昨儿晚上的事儿我不太明白。孙叔，我正想问你呢，您说昨晚上那十几号病人是什么人？是军人吧？哪波军人？你孙叔老眼昏花，在这儿熬了一宿，我就想跟你要个明白呢。爹，俺猜他们是小鬼子。真的？娘。 原来你他妈是个小鬼子！啊！先生，放给我！郭郎中，又见面了。给您介绍一下，这位是大日本的皇军少佐伊东师局先生，我是他的随队翻译。爹娘，你看我猜对了吗？ 他们就是小鬼子嘛！我赢了！小朋友，来，郭先生。 走得匆忙，没来得及向您道谢。您要的东西我带来了。撵狗！哼！哈哈哈哈哈！ 家的老祖宗瞅见你的子孙了吗？造孽呀！造孽呀！孙叔，你听我解释。不敢当见三先生，啊！老朽不过是你们郭家的一个老药师而已。 几十年来，侍奉你们郭家两代主人，可谓是忠心耿耿。为了啥呀？就为了这两个字：正骨。正骨，正骨，几骨不正，何正他人之骨啊？牛黄套甲，熊胆分目。 要性如人性，人性尚如此，妖性又奈何呀？郭氏正骨，你就这样完了吗？啊！你不该完呐，不该完呐，不该完呐！
爹。平乐郭氏正骨，响当当的金字招牌。正骨正骨，脊骨不正，何正他人之骨？正骨正骨，脊骨既不正，还要他用何用？头发咋一宿就白了呢？让小日本给害的。列宗，列宗在上，恕儿孙不孝，国家的老祖宗们啊，奇耻大辱，奇耻大辱！伙计，你家郎中可在呀？在下便是，请。没时间和你开玩笑，我爹他腰身疼痛，快点去把你家郎中给叫出来。小姐，你爹得这病，和老我家郎中动手啊，本伙计足矣。放肆！啊，
小师傅，以你高见，此病该咋治啊？咋治你甭管了，反正给你治好了。好，如你所言，老夫定当重金酬谢。爹，重金啊，免了。不过，要想治好此病，您得先挨我一脚。 别动！快住手！快放手！梅掌柜，麻烦您老自个儿起来一下。哎呦，老朽身体僵硬，动弹不了，怎么能自个儿起身呢？哎呦，您试试。试试。 恭喜梅掌柜，您的病啊治好了。就刚才那一脚，您这一害怕，忘了自己的疼痛，一躲一闪，就这一躲一闪当中，破位那个骨节啊就复位了。这太神奇了！梅老板，松开松开，先生没事吧？不碍的。哟哟，这小伙子行啊！ 行，小伙子，西村君。 松山隊長、聞いてください。また花見に行ってたとか言うんではないだろうね。すみません、その通りです。嘘をつけ。分かっているんだよ、君は僕にかかってこそ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 しているの。確かにね、君は軍の人間ではない。ただね、僕は君の上司として君に忠告する権利がある。はい、隊長。どうした？ 大佐がおいでになりました。大佐が。由美子さんがお怪我をしてここで治療を受けに。由美子さんが怪我？由美子さんが隠れて乗馬をし落馬したそうです。どこを怪我したんだ？左腕の骨折です。すぐに部屋を用意して。はい。 迷惑をかけた。お任せください。私が責任を持って直します。頼んだよ。隊長、よろしくお願いします。お任せください。大日本軍医として最善を尽くさせていただきます。現代の西洋医学の発達は素晴らしいものがありますから。はい。由美子、心配しないで。はい。 ダメです。西村君。誰だ、君は。彼女は天皇陛下のために志願してきた看護婦でございます。名前を西村と申します。何か言いたいことがあれば。西洋医学で由美子さんの治療するのは 良い方法とは思いません。西村君、失礼だぞ。松山君。はい。それなら、いい方法は？中国医学です。西村君、私には考えを話す義務があります。大佐、ご説の治療の場合、私は中国医学か、良い、サンダだなと思います。 大佐、場内に中国医学接骨院があります。腕に定評もあり、由美子さんにいかがかと。今すぐ
あなたたちを連れ帰って行きます。这人啊，要是一飞起来就容易飘。孩子，娘跟你说一句实话，就你这两下子，比郭家老祖宗差远了。娘，您坐。您说，咱郭家的祖传秘方藏那小木匣子里头，您可是一直没舍得让我开开眼。那你猜猜，那里面装的是啥？我觉得，肯定是能让病人起死回生的灵丹妙药。行，娘今天啊，就让你开开眼。就纳闷了，堂堂的郭家传家宝，怎么是这个玩意儿？还是一个破玩意儿。真不知道老祖宗是怎么想。看来这个箱子还是打早了。那这传家宝里头还有啥说的啊？娘就知道，郭家这面大旗是靠他撑起来的。有人吗？介绍一下，本城最高的司令官，我们来是想请您跟我们走一趟，替我们看个病人。伤者是谁啊？您就跟我们走就行了，不用知道他是谁。那我也得问问给谁治啊？让你走就走，哪那么多废话呀？喂，嘿，医生，伤者是我的女儿。军人。不是，战伤，也不是。那本医倒是可以考虑考虑。春远，关门歇业。娘，你爹认识这几个人？夫人，您是忘了？看看这儿，七年前平乐古镇，你爹就是他们。我是正骨第四代传人。哦哦，对对对，太子，正骨郭建三。啊，那这么说咱们是老相识了，还真巧啊。巧，是冤家路窄。郭先生，令尊还好？你去问九泉之下的王灵吧。王灵，怎么回事？平乐郭氏正骨。医者仁心，当治则治。只是恰逢国难当头之际，民族危亡之时，你们这帮畜生
竟然冒充八路军，让家父带领郭家上上下下为你们整整忙活了一宿，害得家父背上了不忠不孝、不仁不义的骂名。家父咽不下这口恶气，气绝身亡。郭先生，对于令尊的事情，非常遗憾。但是，当年我真的不是有心的。我还希望郭先生能不计前嫌，回去帮我的女儿疗伤。做梦！说什么呢？傻吧你们两个！啊，看不见带枪来的。我告诉你啊，今天就是绑，也得把你们绑回去。郭先生。今天你必须跟我回去。中国の先生は。大佐。西村君。わきまえたまえ。あの、お父さん、中国人のお医者様は？お父さん、何かあったんですか？松山君、頼みます。それでは手術室へ。ダメです。私は反対です。西村君。それに麻酔薬もありません。なぜないんだ。こんな簡単な手術に麻酔が必要ですか。もちろんです。西村君忘れるな。彼女は大日本帝国伊藤大佐の娘さんだよ。どんな手術にだって耐えられるに決まってる。いいえ、私は軍人じゃないの。軍人じゃないです。お父さん、私は女の子です。私は中国人のお医者さんがいいです。お父さん、お願いします。お願いします。松山君。西村君、本当に薬がないと思っているのかね。私をお疑いですか。大佐、私が薬を持ってまいります。事実を証明してみせます。隊長。どきたまえ。どきたまえ。大佐、少し失礼させていただきます。
麻酔か。はい。西村君は一体何者だ。私もつかみかねています。しょっちゅう行方が分からなくなりますし、全く何を考えているのかさっぱり。報告します。入れ。伊藤大佐司令官、基部の医療隊に属している戦地看護婦の西村君。西村君、伊藤です。どうぞ。はい。都成疯狗了，乱咬人。乡亲们，那你们找我们干啥呀？老太太，是那个鬼子里的汉奸给俺们出的主意，他们让来找你们的。对对对，那个汉奸还挺有良心的，他偷偷告诉俺们说，只要把神医请到手，把那个小鬼子他闺女的胳膊给治好了，俺儿啊，他们就算得救了。是啊，他们这是在逼我当汉奸呀。郭郎中，求求你了，你为了几条人命，你就当一回汉奸吧。老太太，求求你们了。对对对，你对不起，我没长这根骨头。啊，郭神医，娘，回屋。太君、お家です。ください。私にお任せでください。皆称我地区有三名江湖骗子在这儿行骗，有的卖假老鼠药，有的人卖号称大力丸，还有的会算命。这三名骗子在我地区行骗多起，坑害百姓，皇军经全力缉拿，已将三人押至街前。皇军有令，为整治世风，教化良民，特将此三人当街处决，杀一儆百，以绝死患。他没有罪呀！俺儿他兄弟，他没有罪。人之初，性本善，形相近，戏相远。由美子さん、翼さん、早く来てください。何があったの？人が殺されてしまいます。そんな。三名骗子在我地区行骗多起，二人はまだ出てきていません。坑害百姓，皇军经全力缉拿，
已将三人押至阶前。と申しますと。皇军有令，为整治世风，教化良民，特将此三人当街处决。わかりました。杀一儆百，以绝死患。皇军还说了，欢迎各位良民继续举报，举报那些号称有祖传正骨的江湖骗子，一经查实，必将严惩。该坐牢的坐牢，该处决的一定处决。王进，少佐。なんだ、なぜ撃ったかと言いたいのか。はいはいはい。試しただけだ。それより、15分経って出てこなければあの殺草剤を売ってる奴をやりに行け。娘，鬼子已经枪在鬼子手里。还有两名无辜，您说咱去问问你爹吧。危険ですか。やめてよ、松山さん。撃ちますよ。松山さん、怖がらないで。殺しはしませんから。ただその人たちを逃してあげてください。彼らには全く罪がない。それはできません。これは命令ですから。松山さん、あなたのご忠誠ありがとう。でも。今日もし必ず誰かが死ななければいけないというのであれば、先に死ななければいけない人は私です。哎呀，闺女，别想不开，你可别把自个儿的命也搭进去，快把枪放下，放下。哎呀，阿本奶奶，求求你，放下枪吧！奶奶，お父さん、お父さん、聞こえましたか？おばあさんの言ったこと聞こえましたか？お父さん、お父さん、お父さん、銃を下ろさせてください。お願いします。お願いします。お父さん。お父さん。お父さん。お願いします。お願いします。お願いします。
娘，你改主意了？我怕我爹不同意。爹写的对子，冤家宜解不宜结，咱不能再让乡亲们跟咱们受连累了。况且娘觉得那个日本小姑娘还算仁义，更重要的是你们老郭家的祖训，医者仁心，当知则治。伊东先生，七年前，这块糖是你给的。蓝中哥，你会说中国话？你叫什么？由美子。由美子。你中国话讲得不赖。蓝中哥，我打小随父亲在关外东北长大。东北，好地方，可惜被你们日本人占了。那，你恨我们吗？恨。我还可以告诉你，我爹就是被你父亲活活气死的。那，所以，你更恨我吗？等你的胳膊给治好了再说吧。你要给我只胳膊？谢谢。我得谢谢你。谢我？谢谢你给了我一次证明什么叫中国人的机会。郭先生。郭先生，谢谢。免了吧，你们日本人的话信不得。伊东先生，你闺女的病就差这几包中药了。你们国家的灵丹妙药谈不上，但管治好。谢谢。熬中药有讲究，好水好炭好火候。我会亲自熬制。大佐，私にお任せください。頼みます。Thank you.
郭的。姓郭的，看什么看呢？别动！我告诉你，姓郭的，这次你死定了。那个日本女孩出事了。出事了？问你好儿子。哎呀，他要知道我还问你干什么？实话跟您说了吧，由美子知道吗？由美子，自从她吃了你好儿子给她配的药，病情不但没有好转，反而越来越严重，现在就躺在床上高烧不退。不是你给她吃什么药了？能告诉我吗？啊，你到底会不会看？不会看别瞎看，行不行？你知不知道由美子来看中医，我也提了意了。我告诉你，由美子一旦有个三长两短的，不光是你，咱们都得完。不是，你还磨蹭什么呢？赶紧跟我走啊！这次去你也指不定回得来回不来，跟你娘道个别吧。我在外边等你。春雨，娘，没事儿，没事儿，甭听他。儿子，娘，真不至于，只要他们还想让那日本姑娘活着。就不敢把我怎么样？我去看看，一会儿就回来啊！不去，不去，咱不去！娘，娘，咱郭家可把病人看得比自己的命都金贵，你的命也金贵啊！咱不去，咱哪儿也不去！娘。娘，我一会儿就回来，您放心。娘，谁干的？大佐、この入れ物には仕掛けがあります。これは敗血薬の一種です。敗血薬。中国医学の体の血の巡りを良くする漢方薬の一種です。郭先生，请你给我一个解释，为什么药里面会有一味败血的药？すみません。私です。私が毒を入れました。君は一体何を言っているんだ？
彼女は大佐の娘さんだよ。それをなんでそんなことをしたんだ。どうしてだ。なぜだ。隊長、理由は大佐からお聞きください。西村君に、おかげで我々親子は天皇陛下に貢献できます。ありがとう。この後どう動くか分かりますね。はい。你们来这儿烧、杀、抢，全都杀红了眼了。你们看看刚才自己给自己唱的这出戏，我觉得你们都是疯子、魔鬼。对不起，我也很抱歉。你闺女已经中毒太深了，郭春远无能为力。郭郎中。先别急着下结论，你老娘还在家等着你，赶紧回去呢，啊？那我就不让我娘等我了。那要是你等你娘呢？想办法治治她。我说了，你的闺女已经病入膏肓了，我就是搭上这条命也救不回来的。郭先生。我知道你一定有办法救他的，一定，对不对？那好，你说，我听着。伊藤大佐司令官、基部の医療隊に属している戦地看護婦の西村君は特攻課の職員で、現在中原地域で特別任務を果たしている。中華文化の収集は幅広く複雑な作業であるため、積極的に協力するよう命令する。必要な時、西村君の指令に従うように。西村君の身分についてはくれぐれも漏らさぬように。密令、在中大日本帝国司令部特攻。兵役隠し整骨。秘伝の漢方薬の処方を手に入れること。聞くところによればその処方は小箱の中に隠されている。你们郭家不是有祖传的起死回生的灵丹妙药吗？那个神秘的小梦侠，谁都知道那里面放的是起死回生的灵丹妙药，是不是？有，护送郭先生。嗨，郭郎中，我就送到这儿了。大佐麻烦您的事情。帮您尽量。走。孩子，孩子，小鬼子
没伤着你吧？乡亲们不放心，都在这儿等着呢。是啊，春元，没事吧？这日本人哪知道咱们这盒子里没有什么灵丹妙药，就是一口破碗。当时我也顾不上别的，就跟他们说这里面有灵丹妙药。这要让日本人知道，更得说咱们没安好心了。他们怎么想啊，那是他们的事儿。现在最要紧的得想着把那姑娘的命给救回来。你觉得那姑娘有救吗？以毒攻毒。春元，娘，我想用五毒，蜈蚣、蛇、蟾蜍、泉蝎、斑毛、金木水火土五毒归一，以毒攻毒。有几分把握？五开。要么生，要么……生那五开，我不管。春元，娘这些年咋就没想着给你张罗门婚事啊？娘，现在咱是想跑也跑不了。您这是盘亲来了。盘亲？梅珍，
郭夫人，梅珍没进门之前是梅家三闺女，这门槛一迈，就是你郭家的儿媳妇儿。老掌柜，这可让我如何？应说亲家。亲家，亲家，快让儿女们成亲吧。哎，好，成亲。梅珍，爹，把郭家的豪宅留结实了。郭家传世宝物，从不轻易示人，请自重。留步。兰州哥，你带林黛妙瑶来了？带来了。这就是郭家的灵丹妙药。兰州哥，这个灵丹妙药怎么是口老破碗呢？紫檀包金的小木匣，雪藏一口老破碗。我觉得它跟我们郭氏正骨的医德有关。老破碗，医德？这口老破碗得从我们祖师爷郭泰愈说起。有一年，游医在外的祖师爷落难山东地界，只好讨饭回河南老家，拿的就是这口老破碗。想当年，这口老破碗里有穷人给的半勺粥，富人给的几文钱，善人盛的一碗饭，还有恶人图的一口。就恶人吐的这口唾沫让祖师爷开了眼界。他想，要是有朝一日能把世上的恶人都治好了，那该多好啊。所以先祖才把他作为郭家的传家宝。
贫也宜富，善也宜恶也宜。今天你也是这么做的，刘美子，你真的相信我？我说过了，我相信你。这才是灵丹妙药。那有梅子就吃你的灵丹妙药。这里面也有我一份。为什么你也要吃这药呢？你要是活不了，我陪你。为什么？这是国家的规矩。答应我，好好的活着。我答应你，为了你，我一定好好活着。玉米苦，お父さん、私は戻りました。地獄から。うん。お父さん、各先生にお礼が言いたいです。はい。郭先生。郭先生。娘，我悟出来了。大佐，由美子さんが回復され本当に良かったです。ありがとう。西島君も今回の特殊任務の成功おめでとう。いいえ。これは決して
終わりのない任務です。中国との戦争と同様に、達成できない、終わらない任務です。8年に及ぶ対中戦で、確かに我々は多くの戦果を上げたけれど、徹底征服は果たせなかった。なぜならば、精神の面で我々は中国を任せなかった。我々の大和文化はこの国の文化を超えられなかったのです。中国の文化は奥が深く、陰陽天下の対極です。他大隐其身、大象无形，欲强则强，欲弱则弱，唯求天地人和，四海一家。恥ずかしながら、私は軍人で、中華文化はさっぱりわかりません。それでは私がお教えいたしますわ。以德报怨，以德报怨，和睦为邻。常に慈悲深い微笑みをたたえ、微笑みによって抱擁し、隣国を感化する。この友好的な微笑みこそがすべての要。ユミコ、刺繍上手だな。だが、ただ普通の日本国民として中国人の先生にお礼をすることだよ。お父さん、いつか郭先生のところに行ってお礼がしたいです。はい。郭春远，儿在。春远在。牛黄透甲，熊胆分末，药材好。药材好。
人品高，医术才高。郭氏第五代传人，在接祖传秘方。是。郎中哥，郎中哥，郎中哥，留步。江哥，郭先生，尤美子小姐，请。郭先生，请留步，我有一事不明。说吧。同样是日本来的妇女，为什么只我的女儿可以进去，我不可以？因为她曾经是我的病人。那我再请问郭先生，这里面有什么讲究吗？一东先生，那我问问你，你身在何处啊？郭氏宗祠。郭氏宗祠。你又是何人？一名日本军人。郭氏宗祠，祖先安息之地。若依纲常，外姓人尚难以登祖，何况一名日本军人？更何况一名双手沾满了同胞鲜血的日本军人？请自重。郭先生，在我登上台阶之前，我已经卸下了我身上的刀枪。我今天是以一名父亲的身份来与君谋面的。刀枪卸下，伊东先生。可你肩上的大佐徽章提醒我，一将成就万骨枯啊。他是用无数中国人的生命换来的。郭先生，我理解你的愤怒，但是请你接受一名父亲对一名中国医生真诚的谢意和感恩之心。感恩？感恩二字不能从你嘴里说出来，因为你是日本人。郭先生，你不了解大和民族。我是不了解，我也不想了解。我只知道四海之内龙生九子，不是每个儿子都知道感恩的。尽管他们也写中国的汉字，用中国的文方四宝，读中国的圣贤之书，学中国的传统中医，盖大唐长安城一样的房子，甚至连吃饭的家伙用的也是中国的筷子。可五千年下来，他们被彻底惯坏了。所以他才敢壮着贼胆来老祖宗家翻箱倒柜烧杀掠夺，犯下滔天大罪。
父さん。お父さんはここで待っているよ。あの日病室でお前が刺繍したのれんのことを父として反対はしない。あくまで日本人として中国の先生にお礼をしたまでのことだ。なぜかわかるか。お前が刺繍したのは文字だ。文字とは何だ。道具だよ。文字は大和民族の文明を体現することができる。だがこの対中戦争の罪をも記録することができる。だから私たちがしていることが罪だと分かっているならなぜ認めようとしないの。勇敢ながら臆病、文明的であり野蛮、暴力ながら謙虚、残忍ながら温順。これは大和民族の矛盾だ。帝国の対応は間もなく沈む。最後に勝利をつかむのは中国だ。数年後敗戦国としての日本にはきっとこの罪を認めようとしない者もいる。もしかしたら私もそのうちの一人かもしれん。他问您是不是有什么难处啊？对不起，郭院长，癌症晚期。郭院长解放后供职于中原骨伤科医院，长期从事临床和教学工作，因常年在没有任何防护措施的情况下徒手操作，最终导致双手被 X 光射线严重辐射灼伤。传统中医正骨凭的是医生双手对骨折部位的摸捏，靠的就是手感。如果戴上一双厚重的铅防护手套，那还能有灵敏的手感吗？いくら頑張っても自分の命を投げ出したりしてはいけません。这就是让我们敬佩的地方。林八海晚期蓝中歌，蓝中歌。蓝中歌，我没死。